こんにちはツアープローコーチの長谷哲也ですこの番組はゴルフ雑誌アルバトルスビューのレベル別上達法90ギリの記事と連動した動画となっています90ギリのためにはアプローチはとても大切な要素になってきますこの番組を見ていただいた後ゴルフ雑誌アルバを見ていただいてより知識を深めていただければと思いますそれではアプローチのレッスンに入っていきましょう アプローチのグリップを持つ長さについて話をしていきたいと思います意外にこのグリップのグリップを持つ長さこれプロが当たり前にやっててアマチュアの方がやっていないところだったりしますこの後グリーンにこうボールを寄せていかなきゃいけないんですけれども90ギリとなると、えー、せっかくゴルグリーンの近くまで来たのにここから、えー、例えばグリーンの反対側まで行ってしまったり えー、逆にこういう砲台グリーンだと手前にショートしてしまったり距離感がとてても大事になってきま,す、えー、まあこうやって短く持つことによってまずボールに当たりやすくなりりますす当たりやすくなるということはボールのーミート率が上がるということなんですけれども、えー、皆さんこうやってボールであったりとかですね例えばゴミをゴミ箱とかに投げるとかですね投げ損じっていうのは基本的にありえないと思うんですよね。 でゴルフの場合はこれはアプローチに限らずパターもアイアンショートもドライバーショートも全てそうなんですけれども芯にに当たらなななければ最終的にはは距離感というのは出なくなってきますであのよく距離感が出ないんですよ距離感を教えてくださいってなるんですけれども一言で言うとじゃあミート率を上げるっていうところが一つポイントになってきます。 で今回の短く持つというグリップはですねまずこのボールに対して正しく当てやすい確率が正しく当たる確率を上げることができますので短く持つアプローチを習得していければと思います、はいえー、どのぐらいの位置を持つかというと一番ヘッドに近い部分をもうギリギリいっぱいまで持ちます。単純にあとは 短く持ってボールを打つんですけれどもなぜ長く持ったらいけないかというとですねやっぱりこう先ほど冒頭でもお話しした通り長く持つとそれだけ正確にヒットすることが難しくなりますですので限りなく手で投げる感覚に近い部分を持つことによって手でボールを投げている感覚に近づいていきます。ですから ででききるだけ可能な限り短く持っていきたいたというとうころです長く持つとですねあとバックスイングをした時に、まあ、振り幅ってあると思うんですけれども例えば近くにボールを投げたい時にこの例えばそこに投げ,投げたいと思った時に、まあ、勝手にこのぐらいの振り幅で投げると思うんですけれどもゴルフになるとですね そこに投げたいのにここまで振りかぶってしまう方が非常に多いですよねそれっていうのはやっぱりゴルフクラブっていうのは手元が軽くてヘッドのクラブヘッド側が重く設計されているという関係でここまで上げようと思っても実際は反動でこの辺りまで上がってしまうわけですよね。でこのままボールを打ってしまうと当然ご自身が思っているよりも距離が出てしまう。 でやっぱりそういうのが続くと今度はインパクトで緩めてしまうで今度インパクトで緩めてしまうとインパクトのこのポイントがずれてしまうのでダフったりトップしたりというミスが出てしまいますそういう振り幅の問題も短く持つことで、えー、解決できます、えー、また長いと先ほど反動で大きく上がってしまうというところも ありましたが今度ボールを打ちに行く際もクラブヘッドが遅れてしまう遅れてしまうことで、えー、フェースが開いたりとこのネックに当たってシャンクをしたりとしたいうミスが出ます、えー、この相殺する動きとしてはこれを肩を右肩を前に出したり、えー、右手を使うことによってボールに合わせにいくと、えー、またこれもミスヒットの原因になりますので長く持つということに関しては やっぱり難しいのでできるだけ短く、えー、グリップのいっぱいまで、えー、短く持ってアプローチすることをお勧めしますはい、えー、それでは実際に打ってみたいと思いますグリップはギリギリ先端、えー、とギリギリのところまで持ちますで、ボールの位置はスタンスのだいたい中央でいいですで、このボールに合わせ方なんですけれども 短く持っている分だけどこかでアジャストしないといけないんですけれども前傾で合わせるのではなくて膝の高さを少し深く折ってボールに対してアジャストしてもらえればと思います通常のグリップの長さ長く持って打ってみたいと思います。 今私は感覚的には同じ振り幅で打ったつもりです実際長く持ったアプローチの方が少しバックスイングが上がってしまったかと思います長く持ってしまうと僕らでもやっぱりこうここまで上げたいと思っても実際は大きく上がってしまいますそうなるとやっぱりなかなか距離のコントロールっていうのが難しくなるのでやはり 振り幅を調節するという意味でも短く持ってアプローチを打った方が優しく距離感を出すことができます短く持った時のポイントとしてこのボールとアジャストする高さをアジャストさせることが非常に大事になってくるんですけれどもしっかりと膝の高さでボールに対して高さをアジャストしてください前傾でこのボールにアジャストしてしまうとかなり前のめりの アドレスになってしまうので、スイングをすると前の方に重心を崩してしまったりして、やっぱり安定したアプローチを打つことができません。しっかりと膝を曲げて、足裏全体で重心、体の重さを感じるようにして構えていただけるといいと思います。長く持ってですね、アプローチをしてしまうとですね、やっぱりこの 全体のイメージとして少しこうワイパーのようなイメージになりますで短く持つことによって打ちたい方向に対して相当直線的にクラブヘッドを動かすことができるようになりますこの位置というのはパターを使って打っているときと形が似ていると思います、えー、パターを打つときにはターゲットに対してクラブヘッドが まっすぐ出ていくと思うんですけれどもアプローチになると遠くな遠いグリップをしてしまうとパターでいうとこういうパターを打っているのと同じ打ち方になってしまうので方向性がなかなか一定してきませんこのようにですねウェッジを打つタイもグリップを短く持つことによってパターのストロークに近い打ち方ができるようになるので方向性と あと距離感もあのしっかり出てくるようになると思います。こうやって短くあのグリップを持つと、当然この左手よりもあこの左手よりもこの右手の部分の方が細くグリップはなっています。ですのでこの位置を持つとかなりグリップとしては細いグリップを握っているような感じになります。ここにやっぱり違和感、指がこういつもより余る感じがあるので、ちょっと違和感を感じる方がいらっしゃるかと思います。 えー、そういう方はですね、あのー、次、グリップ交換をする際にですねこのグリップの下っていうのはこの両面テープでぐるぐるこう巻いてあるんですけれどもこの右手の部分をしっかり、えー、と何十人か、えー、ちょっと厚めに巻いていただいて、えー、この寸胴型のグリップにしていただくとどこを持ってもです、ね、同じ間隔同じ太さで、えー、グリップできるようになります。えー このグリップ効果のときにはですね、まあ、お近くの,そのゴルフ工房であったりとかゴルフショップの方に相談していただいて、えー、ちょっとこの右手の部分があこの先の部分をちょっと同じ太さにしたいんだけどっていうリクエストをすると、まあ、大概の方はあの大概のクラフトマンはあの対応してくれると思いますので、えー、ぜひグリップ効果の際はそういうことをやってみてもいいかと思いますアプローチのグリッププレッシャーグリップの強さなんですけれども ガガチガチに握るといいうのははあまりグリップは良くないですで、えー、と短く持っている時点でたわみは小さくなっていますのであんまりガチガチでこう腕の力を力を入れて手首を固めて打ってしまうとやっぱりこの自然なあのスムーズな動きを阻害してしまいますのでできるだけ優しく、えーとまあ、感覚的にはですねギュッと入れたあ力自分の握力がですね 10、えー、の力があるとしたら感覚的には2ぐらいの強さでいいと思います2ぐらいの強さで持っていただいてアプローチしていただくとボールに当たりやすくあのー、スムーズなスイングで、えー、ボールを目標に運ぶことができますのでグリッププレッシャーに関しても少し注意をしていただければと思いますはい、えー、今回のレッスンはいかがでしたでしょうか短く持つというシンプルなポイントなんですけれども ツアープロもやっていない難しい、例えば長く持つというアプローチ、これはプロもやっていないことを結構アマチュアの方は難しいことをやられていることが多くあります。90ギリのためにはこのアプローチ少なくともですねグリーンの近くまで来たらグリーン乗せたいですよね。そうなってきたときにやっぱり距離感であったり正確にボールにヒットするということが一つポイントになってきますので。 今回のポイント、グリップを短く持つというところをを練習をしてみてみくださいいきなりコースで短く持って打ってしまうとやはり先ほどボールに対してのアジャスト,したアジャストの方法もご説明した通りやっぱり短く持つ練習も普段からしていないといきなりコースに行って短く持ってしまうと。 結果はあままり良くないいと思いますですので練習場でもですね短く持って打つ練習をするようにしてみてください。はい、えー、それでは今回はユーティリティやこのフェアウェイウッドを使ったアプローチをやっていきたいと思います。まあ通常アプローチというとこのようにですねウエッジサンドウエッジやアプローチウエッジを持ってグリーンに乗せていくショットになるんですけれども。 やっぱりこのウェッジを使ううと難しいい状況ののがありますこのようにですねこの打つ面よりも目標カップの位置が高い位置にあるこのいわゆるこの砲台グリーンの状況であったりとか例えばよく皆さんもあの悩んでしまうライだと思うんですけど逆目のライ逆目のライであったり芝が生えていないベアグラウンドこういうところからこのサンドウェッジで打つっていうのは非常に難しいです。 そのような状況ではユーティリティであったりフェアウェイウッドを使った方が優しく打てますので今回はこのクラブを使ったアプローチをご説明していきたいと思います。フェアウェイウッドがユーティリティを使うメリットの一つとしてミスがミススががにならならいいという最大のメリットがありますこのウェッジを使ってしまうとですねこのボール地面にこうあるんですけれども。 このボールに当たるところの縦のミスの許容範囲が非常に狭いです感覚的にはこのウェッジショットっていうのは縦の許容幅が2,3ミリしか感覚的にはないと思っていいと思いますその反面ですねこのユーティリティであったりとかこのフェアウェイウッド中にはですね、皆さん7番アイアンとか 9番アアンを使っている方がいるかと思うんですけれどもロフトが立っているクラブを使うメリットというのはこの縦のミスの幅許容幅を広げてくれるっていうのがあります例えばここの、えー、とちょっとこのヘッドアップが早くてですねボールの上を打ってしまったとしてもほとんど打っていくボールに影響がありませんまたちょっと低くてもしっかりボールに当たってくれます ウェッジに比べるとミスの許容幅が2倍ぐらい広がりますのでボールを打つということに関してはとても優しく打てるようになります実際はですねボールを打っていくとですねこの地面とクラブって必ず設置するんですけれどもこの地面に設置したとき人間もロボットではないのでプロも含めて手前ちょっと手前に入ってしまったりすることがありますフェアウェイウッドの場合は多少手前から入っても このソールが広い分だけ地面を滑って、えー、当たってくれるのでほとんどこうダフることなくボールを目標に運ぶことができます。えー、そういう理由もあってですね悪いライであったりとかあの逆目の状況になってもソールが広いということもあってグラウンドの状況に関係なくボールを打つことができます。えー、それれででは打っていいいきたいと思まます。す、えーま、ずグリップなんですけれども、 当然、ちょっとこの長いクラブを持ちますので、えー、短く持ってください。で、えー、グリップはこの後打ち方をやるんですけれども限りなくパターンの打ち方に、えー、近い形で打っていきたいというショットになります。ですので、グリップに関してはパターンのグリップ、えー、それぞれあると思います、えーと。私の場合はこの逆オーバーラッピングという形で、えー、パターンも握るんですけれども人によってはこのクロスハンドであったりとかそのままあの。 まあインターロッキングの方もいらっしゃると思うんですけれどもパターと同じ感覚で打ちたいのでできるだけパターと同じグリップを作るようにしてくださいでボールの位置はですねクラブの振り子の最下点でボールを打ちたいのでスタンスのちょうど真ん中に置いてください体重の配分はだいたい5対5そんなに左にかけなくていいですでクラブシャフトはですね できるだけこのあとですねボールを打ちますけれどもこうやってあのクラブのソールがこの地面を滑,っていうことが滑るということがポイントになりますのでハンドファーストが強すぎてしまったりするとせっかくソールが広いメリットがですねこう構えてしまうことによって、えー、使えなくなってきてしまうので。 できるだけクラブシャフトというのは地面に対して垂直になるようにセットしてください。このようにですね手前からです、ね、転がって瓶に寄っていったんですけれどもここからこの砲台グリーンをウエッジで キャリーであの面まで打ってそこでスピンで止めるというのは技術的にとても練習量が必要なショットになるので、えー、かなりショットこのコースでの一発勝負ではですね、確率の悪いショットになりますですのでこのようにですね、砲台グリーンで、えー、さらにこのエッジからピンまでの距離が短い状況になった時にはですね、えー、絶対にですね、このフェアウェイウッドまたはですね、このユーティリティで転がしていくことをお勧めします。パターじゃな いけとい,いう質問を受けるんですけれども、えー、パターで打ってしまうといきなりボールがコロコロ転がってしまうので特にこの夏場の芝目が強くなってきた時期というのはこのグリーンまでの距離が、えー、このボールの勢いがあなくなってしまうことも考えられます。ですので、えー、ここを転がす、えー、距離が長ければ長いほど少し計算が立たないショットになってしまいますのでパターはちょっとあんまり難しいと。 フェアウェイウッドとかユーティリティを使うとですね手前の芝目の影響をあまり受けずに前に行ってくれるのでパターよりも距離感が出しやすい、えー、方法になりますのでこのフェアウェイウッドであったりとかユーティリティを使うということをお勧めしていますはい、えー、まず構え方からいきたいと思いますグリップはパターと同じグリップを作りますそれから構えた時ですね えー、この腕なんですけれども腕の形はだいたい感覚イメージとしてこの五角形のイメージを持ってください。はいえー、それとスタンスの向きはですね、まあ、目標に向かって打っていくんですけれども、えー、若干ですねあのスクエアに構えるというよりは少しオープン気味少し左に向けて構えるのがコツです。 えこうすることによってですね、えー、この転がっていくラインが見えやすくなりますのでちょっとととオープンに立つといいと思い思ます、はい、アプローチショットの構えとの違いというのはですね基本的にはですねアプローチショットというのはすくい打ちをしてはいけないのでセオリーはやっぱりボールがやや右足寄りにきて体重はまあ6対4ないしは7対3の左足体重でハンドファーストに打つというのが まあ、アプローチの基本なんですけれどもこのフェアウェイウッドユーティリティでのアプローチに関してはできるだけ地面をこう滑らせるパターンに近い形でボールを打っていきたいので左右の荷重配分は5対5それからフェースのセットはクラブシャフトが地面に対して垂直になるようにセットしてください。このフェェアウェイウイッド とかユーティリティィリで打つと最初ボールが多少こう地面から浮いいた状態でで飛んでいきますのであままりのの影響を受けませんでですので、えー、最初のうちはですねあこう簡単に打てるのねみたいな感じで、えー、打つんですけれども最初皆さん大体このオーバーしてしまいますっていうのはやっぱりこの今までの経験でですね手前また食われたくないこの,この状況ではですねあの絶対手前のショートが嫌だとか絶対やってはいけないミスになりますのでどうしてもインパクトが。 強くなってしまいまいすですので打ち,方と打ち方のポイントとしてはできるだけパターンのようにですねこのインパクトのインパクトを作らないというかですねあのしっかりこうストロークをしてあげる振り子に近い、えー、スイングリズムで、えー、打ってあげるということがポイントになります。角形を作りますでこうやってですね インパクトを強くしないでですね、できるだけパターのグリップでパターと同じリズムでですね、素振りをしてで実際このボールを打っていきます、えー。どういうアプローチでもですねアプローチで一番大事なのはインパクトを。えー 急加速、急減速させないというところがポイントになります。えー、そうするためにはで,す、ね、できるだけこのグリップのプレッシャーをグリップの、グリップ圧ですね、グリッププレッシャーを常に一定にしてあげるということが大事になります。こうやってですね、あのペットボトルを持っていただくと分かると思うんですけれども、すごくこう、ゴルフのグリップを持つよりも、ソフトに握れる感覚を感じると思います。えー、こうやっってそれをソフトに握った状態でですね、 あのこう振っていただくと最初から最後まで同じグリップ圧で触れていることに気がつくと思いますパターンのグリップでもですねあの細いグリップよりも太いグリップの方が脱力して握れてしかも手首を使わないっていうのは皆さん、えー、と体感したことある方がいらっしゃると思いますですのでちょっと太めのものを持っていただいて何回か素振りをしていただくとあ このぐらいのグリップ厚かっていうのを体感することができますのでぜひ、えー、このペットボトルでの素振りおすすめですのでやってみてください今回のレッスンもいかがでしたでしょうか、えー、このフェアウェイウッドとユーティリティを使ったアプローチウエッジを使ったアプローチよりもより簡単に打てるということがお伝えできたかと思いますやはりアマチュアゴルファーの方はですね練習時間練習量っていうのが限られておりますですので難しい状況 難しいラインに来た時にはですねできる限り優しい打ち方を選択してコー,スをコースを攻略するというところがポイントになりますこのフェアウェイウッドユーティリティを使ったアプローチというのはパターマットのある方はですねご自宅でもパターマットで練習することが可能ですですのでコースで実践する前に練習をしっかり積んで本番で えー、この力を発揮していただければと思います。